はい、アキンドヨモヤマ話です。よろしくお願いいたします。アキンドヨモヤマ話です。邪魔してください。どうぞ。はい、はい、アキンドヨモヤマ話です。噛んでました。はい、よろしくお願いいたします。もうすみません、今日はちょっといろいろと、緊張しておりますけれども、はい、ハイビジョン放送ですから、ね、ハイビジョン放送でございます。ちょっと今までよりも画質がアップして、ということで、放送したいと思います。よろしくお願いします。はい、まずはですね、はい、先週金曜日、東北、北関東、関東ということで、東日本大震災ということで大変な事態が発生しております。被災された方には本当に心よりお悔やみを申し上げたいと思います。本当に特に昨日今日と、大変冷え込んでおる中、もうこのネットにすらつなぐことができないとか、携帯電話も、もちろんかけることができないような方がたくさんいらっしゃるかと思います。で、実は私の弟も今福島におりまして、ちょっと山間部の方なんですけれども、数万の都市で弟含めて医者が3人しかちょっといないような状況の中で活動しております。で、被災地は、沿岸部は大変大きく報道されてますけれども、そういった周辺都市にの部分でも、大変な被害がいろいろと出ておりまして、医療機関、医者、病院の方も薬剤ですとか、ガソリン関係がもう底をつきつつあるというような状態です。実際に車のガソリンがありませんので、往診に出かけることもできず、また避難されてこられた、たくさんの方が、いらっしゃっている中、もう一部の医薬品は底をついて、かなり大変な状況だというようなのがなっているかと思います。そういったところで、ぜひ国を挙げてですね、この国難、危機的状況を乗り越えていきたいなと思いますので、また熊本から盛り上げていけるように少しでも頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で、実はうちのお店の方も、直接の被害とかいうのではないんですけれども、ちょっと一部ですね、やはり商品届くべきものが届かないとか、ただちょっとご迷惑をおかけしている状況になっております。で、私どものお客様でこの放送をご覧いただく方、あらかじめちょっとお詫びをさせていただきたいと思います。今関東の方かなり交通網が、混乱状況にありまして、荷物がやはりまともにちょっと届いてない状態になります。先週末も届くべきお品物が届かなく、ちょっと結婚式を翌日に控えた新婚様だったんですけども、ちょっと結婚指輪をお渡しすることができないというようなちょっと状況が一部発生いたしました。また、月曜日以降ですね、今もまだ混乱状況にございまして、各メーカーさん、特にセイコーウォッチ、またカシオさん、東北の方にも工場がございます。で、セイコーウォッチも、工場関係で商品の手配がつかないですとか、ちょっと被災を受けてちょっと部品がちょっと手に入らず、修理もちょっとできないような状態であったりですとか、発注がちょっとままならないような状況とかが一部の商品で起こっております。徐々に解消はされていくと思いますし、今までのストックの分で、なんとか対処できる分は対処していきたいと思いますけれども、そういった形で、日本全国いろんなところにも、この影響というのは出てきているのかなと感じているところです。そうした中、我々にできることはですね、少しでも景気を活性化して、またその中からですね、少しでも被災地の方に援助を、応援を、できる限り届けていきたいなと思っておりますので、そういった部分でご了承いただいて、お客様のご理解を、賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。はい、うちの会社の方もですね、ちょっと今頑張っておりまして、先週末実は下通り商店街の中でちょっと募金活動をさせていただきまして。なるほど。はい、ちょっと下通りのパルコの前なんですけども、ずっと叫んで募金のお願いをちょっとさせていただきまして、もう大変ありがたいことにですね、ほとんどの方が募金をしていかれるんですよ。すごいですね。はい、もう本当にありがたくて、嬉しくて、感動したんですけれども、特に一番実は募金が多かったのが、小学校中学校の
若い方です。もうこれにはもうジーンと来てですね、でお金を入れるときに特に小学校の女の子とかが元気になってくださいねとかコメントを言われながらこうお金を自分のお小遣いから出していかれるんですね。もうこれにはもう本当目頭が熱くなりながらですね、もう本当にありがとうございますということで、ご挨拶をさせていただいておりました。まあ非常に温かいなっていう人のその気持ちの温かさを本当に感じることができてすごい良かったなと思うのと、まあ今後もどん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 ちょっと応援していかなければいけないなということで、今ずっと上取ビプレス広場の方で、募金活動の方は継続してやっておりますので、もし皆さん街に出てこられることがございましたら、まあ、近くにも、募金箱と等々あるかと思います、ぜひ募金のご協力を賜れれば、被災地の方も大変嬉しいんじゃないかと思いますのでよろしくお願いします。私も毎日500円玉募金してます。はい、これは心強い、はい、ありがとうございます。だってね、500円がね、はい、あの全国だったら500億になりますか。そうですね、そうなんですよ、500円玉、うん、もう本当ちょっとしたことでも積み重ねていくと、うん、またみんなの力が合わさるとものすごく大きな力になっていきます、うん、はい、熊本県で今日ニュースちょっと見たんですけれども、うん、この4日間で募金が5500万か、そうですよね、はい、うん、集まっているということで、で、今弟からも連絡があってですね、うん、個人の方からの支援物資、うん、ちょっともう大変申し訳ないんですがお断りをしておりますということで、うん、案内が来てまして、これぜひちょっと説明をどうしてお断りするのか説明をしてほしいということで、うん、言われておりますので、ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。で、実は、まあ、いろいろ不足している物資あるんですけれども、うん、個人の方が個別にバラバラに発送されると物流が今混乱している状況の中でたくさんの荷物が集まってくると、それだけで配送の物流の方が混乱をきたしてしまうんですね、うん、というのがまず一つあります。それと個人の方が思い思いにめいめいにいろんなものを送ってこられると、うん、今度届いた、いざ届いたとなっても梱包してこれを仕分けをしてですね、使えるもの使えないもの、規格に合うもの合わないもの全部分けるための大変な手間がかかってしまうんですね。でもうそこに割くだけの余裕が現場にないんですよ。ということでもう規格に合ったものをもう届いてすぐパックを開けてすぐに使える状態になっているものからまずは今現場ではお願いをしたいというようなことで、市町村で今備蓄してあるもの、まあ、規格に合ったものっていうところからまず受付をしているというような現状になります。だから一つ、なぜ個人からのそういったご協力をお断りせざるを得ないかというようなところはそういった理由がございますので、ぜひ、この放送をご覧いただいた方、ご理解を賜れば嬉しいなと思っております。やはりですね、もういろんな企画、単純に乾電池が足りないというのも、単1から単3からもう単0から、うん、いろんな企画の電池があって、うん、まあ、殺到するとか、うん、あとやはり集中的に報道で取り上げられた部分だけ集中してしまって、うん、他のところ結局手が届かなくて分かんなくなるよね、はい、ここにはいや実はそこの部分のストックはあるんだけれども、うん、他のところ回したいんだけど今度他に回す人でも何もないと、うん、手段もないというような、状態になっています、まあ、もしこれはですね、熊本の方でもどこか例えば県とかも、いちいち呼びかけて職員が振り分けしていると大変ですので、例えば炭酸乾電池入れとかですね、そういった形で段ボールを準備しておいてその規格に合ったものをそこにご協力いただける方投げ込んでいただくという形であれば、とりあえずもう仕分けをする手間がそこの部分で省けますし、ある程度集まったところで段ボールで仕分けして、で必要な個数分を必要な場所に振り分けてですね発送することもできるので、またそういった知恵もいろいろ多分できるんじゃないかなと思います、うん、協力いただける方はですね、そういった形で自分でもう必要なところに必要なものっていう仕分けとかも簡単に
できるかと思いますのでですね、ぜひいろいろと我々でできることを知恵を出し合って、どうすれば現地の人たちが助かるのかなっていうのを、知恵を出し合っていけば、多分きっといろんなことがもっともっとできるんじゃないかと思います。よろしくお願いいたします。あとボランティアの方ですね、なかなか交通手段と、特に今お越しいただいてもですね、民間のボランティアの方に関してですね、やはり被災地の方からのたくさんの避難していらっしゃってる方とかがいらっしゃって、ブルーシートに皆さん、もう寝泊まりをされているような状態で、そういった方を受け入れる状況にないと、いうようなところがあります。でやはり、現場でとにかく困っているのも医者の、即診断ができるお医者さんですとか、レスキュー隊でもう本当がれきをチェーンソーとかでもガンガン切っていきながら、特殊工具を使いながらですね、どんどん救助していける方とか、そういった特殊技能を持った、もう方を今